劉陽は中華人民共和国のパイロットであり、新州の宇宙飛行士である。河南省帝州市で生まれ、2012年6月16日に中国人女性で初めての宇宙飛行を行った。女性として57人目、またアジア人女性宇宙飛行士としては、向井千秋、伊、祖四、山崎直子以来4人目である。劉洋は1997年に、 中国人民解放軍空軍に入隊し、パイロットとなった。後に少佐に昇進し、飛行部隊の副部隊長になり、1680時間の飛行を経験した。2010年に任命された15名の女性候補の一人として2年間の宇宙飛行士の訓練を経た後、試験に合格し、もう一人の女性である大和平と共に宇宙飛行士の候補に選ばれた。は、 当時33歳で、K、海宝、竜王と共に、天宮1号への最初の友人ドッキングを行う、新州9号の乗組員に選ばれ、中国人女性として初めて宇宙へ行った。新州9号は、人類初の女性宇宙飛行士ワレンチナ・テレシコアの打ち上げから、ちょうど49年後の2012年6月16日に打ち上げられた。このミッションにおいて、は、 宇宙医学に関する実験を行った。竜は中国共産党の党員で兄弟姉妹はいないが既婚である。新華社は以前の当局者の話として既婚女性は肉体的、精神的により成熟しているためすべての中国人女性宇宙飛行士には結婚を求めていると伝えた。しかし中国国家公典局の責任者は これは推奨ではあるが厳密な制限ではないと否定している。ありがとうございます。